キアの大冒険シーズン2、前回の冒険では親友の誕生日キャンプのために自ら飛行機を飛ばし無事着陸したテキサダ島。キャンプ料金はなんと驚きの500円、レンタル自転車までついていることを知りました。すぐに自転車に乗った僕たちはフルスピードで島の探索を始めることとなりました。俺今ジュース飲んだ。さらに森奥へ進むこと1時間、昔から自転車運だけはない相棒の自転車に悲劇が起こりました。カナダ来てチャリぶっ壊して2回目。ということでね、あと1台空港に自転車あったので、ちょっとどうにかして戻りたいと思います。さすがにさっき来た坂道を戻ることは無理ね。じゃ今からちょっと森突き抜けてみて、ちょっと空港に戻れるかちょっとやってみたいと思います。ちょっと見晴らしのいい丘の方に来ました。結構歩いた。やばい、見晴らしいとこ出たんですけど、なんと滑走路の中でした。やば、ちょうどよかったわ。うん、よかよか、うん、帰ろうか。うん、頭に生えおるぜ、ずっと後ろもん。あ、止まった止まった。だいたいキャンピングの時に虫来る俺たち。だいたい来る。あの、ちなみに前大丈夫か、ペットなの。あ、お前、あ、おいや、いやいや、ちなみにこれ僕のペット。お前やめろ。こすりゃん、ほら、虫とはなんかね、繋がっとるもんね。お、ナイスランディング、めっちゃうまいやん。あ、そうでもなかった。うまい。皆様朗報です。壊れたチャリをして滑走路のも一番端っこ2時間ぐらい歩きました。めっちゃ歩いた。僕たちの飛行機が見えてきました。やった、滑走路です。やば、やっちゃったわ。完全にやっちゃってます。完全にもう割れてます。もうこれしかないよね。これか、それ、あ、いいね、君だ。君のケツいいわ。あ、めっちゃいい。ブレーキな。あ、ブレーキ。よし、次左行ってみよう。レッツゴー。待って、なんそれ。シュールすぎ、うまっ。ギルズベイ、マーケットだって。お、リカストあるやん。結構小さめのいい感じのスーパーです。今日の夜ご飯はグリーンカレーを作りたいと思います。ということで今日の晩ご飯の食材と明日のご飯の食材買ったので、今からちょっと帰りたいと思います。坂道でした、全部帰る、全部坂道。ちょっとこれじゃない、ちょっとこれじゃない、お願い。The place. It's huge. Whoa. It's the one just after when you get off the ferry. Listen to the sign. God, like you own the place. Then are you gonna ride your bike there? We have to ride our bikes back to the airport. Airport. Yeah, yeah, yeah. That's a bit of a trek. Oh yeah. Yeah. Anyway, you guys have fun. Thank Thanks you, so much. Easy, thank you. Have a safe flight. You're thank flying you. Out of there, right? Yeah, yeah. Tomorrow. With who? Pacific Coastal or just a rental plane? Rental plane. Nice, like flight planes. Get out. Yeah. Cool.
Yeah, yeah, it's pretty fun. So there's an instructor that's with you? No, I already got my private license, so I'm just flying around. Building up hours for my commercial. Get the hell out. Yeah. My buddy crashed his plane about 2 months ago. He hit a downdraft. Plane hit a car, the wing hit a pole, and then it did a nosedive just before the runway. Oh. And then caught fire, and both of them got out. See, he's a good pilot too, but you know what? He wasn't expecting it. Yep. Watch out for those downdrafts, man. Stay safe, man. Thank you so much. Cheers. Get the fuck here. ということで戻ってきました我らのキャンプ場。キャンプ場だ。ちょっとねさっき2人で話してたんですが、ちょっと、キャンプセットアップする前に一発ね一発ぶっ放し行こうってかますぜ。ちょっと一発行きたいと思います。それでは行きましょう。それで行こう。ゆうくんから下に後で撮ってもらいます。めっちゃ楽しみ。飯にしよう。飯にしようか。Thank you.
ゆうくん、ちょっとミッションがあります。ええ、もう言わなくても分かっている。ベリー。ゆうくんにベリーを摘み入ってもらう間に、僕はご飯とちょっとね、デコレーションをちょっと誕生日の持ってきたんで、ちょっとね、バースデーっぽくフィールドを作っていきたいと思います。今日はね、ベジタリアングリーンカリーを作りたいと思います。22歳の誕生日にもう一人の相棒のカイ君からもらったシェフナイフです。藤木様って書いてあるの藤木様。パプリカ切っていきます。僕は基本的にパプリカの種も、全部料理に入れます。食感もちょっと美味しいですしね。ズッキーニ。なんかズッキーニって魚さばくみたいで、俺はめっちゃ好きです、この切り方。ズッキーニは基本的にちょっとデカめに切ります。ちょっと太めが美味しいです。 Alright、 相棒の中華鍋でございます。結構軽めでいい感じです。火をつけてココナッツミルクです。缶開けがなかったので無理やりこじ開けました。入れていきましょう。わ、いい音。わー、いいね。グリーンカレーペースト入れていきます。はい、ということで次は野菜入れていきます。まずはちょっと固めの玉ねぎと、ちょっと柔らかめになってほしい、ズッキーニを入れます。パプリカ入れます。砂糖の代わりにケーキシロップ入れます。グリーンカレーは甘みと辛みが引き立てば結構ね、うまくできたように感じます。そして最後に、カップ1杯のお水を入れます。デコレーションちょっとだけね、ライトつけました。こんな感じです。前具合に飛行機のタイダウンの紐を結ぶとこなんですけど、ここにねランタンつけて、結構かっこいい感じになりました。あとはね、ゆうくんがベリー済みから帰ってくるのを待つだけです。なんとこの撮影ライト、こんなこともできちゃいます。めっちゃ綺麗やん。やば、夜景やばいよ。夜景っていうか夕焼け。なんこれ、めっちゃいい。おしゃれじゃないこれ。いや、おしゃれ。うわ、最高。まあ、こちらですね。あ、うわ、めっちゃあるやん。綺麗。結構。あ、めっちゃ綺麗やん、しかも。いい感じですね。まあ、50… うわ、めっちゃいい匂い。頑張りましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。これは後ほど、使いたいと思います。あ、よろしくお願いします。お願いします。よし、ご飯を炊かないといけないので、その間にスナックをちょっと買ってきて、ビールがありますので、ちょっとね、乾杯しちゃいませんか。よっしゃ、いこう。ジャスミンライスは香りが落ちるので洗いません。おーい、お米と水1対1です。ワン、ツー。めっちゃ肉やココナッツミルクとジャスミンライスって一緒に炊くと、もうめっちゃうまいんで、ちょっとね、容器についたやつを注いで、めっちゃ黒お前いや、マジ日焼けやばいよ、ね、同じ仕事してますいや、黒すぎ同じ仕事してるのに今日は飲みましょう。あ、飲みますか。社長社長、社長、では失礼いたします。あ、よかよかよかあ、どうす、あたす、あたす。うわ、絶対美味しいやん、これ。あー、やば。
あ、会長すいません、わざわざ自らわざわざすいません、ちょっと甘えちゃいと思います。うわすいません、下から失礼いたします。あ、すいません、うわうわ、美味しそう。あうわ、それでは、青木くん、23歳の誕生日おめでとうございます。おいっす、あざっす。これからも人生楽しんでいきやすわ。いきやすか。チアーズチアーズチアーズ、乾杯っす、乾杯っす。はやいやいや、ちょっともう回った。めっちゃ吸収されたね。いや分かった今の。もうね、喉ら辺でも吸収されたもん。ちなみに、明日離陸する時間が、午後3時なので、パイロットお酒12時間ルールあるんですけど、まだ大丈夫です。お前の時間大丈夫みたいです。あと6時間ぐらいあります。あー俺黒、初めてカナダで缶見たわ。俺も初めて見た。むしろよく買ってないもん。初めて、ね、あ、初めて。いや、缶はね、もうちょっと全然いいっすね。あ、絶対うまい。うわ、絶対美味しいぜ、このチーズ。いや、キャンプ素晴らしいね。いや、キャンプはね、いいよ。いや、自然に触れるのが一番いいね。うん、間違いない。どこ行ってもそう。てか普通に一気飲みしてめっちゃ酔っ払ってない？めっちゃちょっと2杯目行こうよ。行きましょう。やばっ、クロウじゃない今ね、クロウの鳴き声がします。社長、はい、あ、よかですか。会長よかです、ね、失礼いたします。あ、どうもどうも。あ、すいませんすいません。会長すいませんね、会長自ら。あ、やばい。お前パンツなん？あ、そうだ。なんで？さすがですね。グリーンカレーショートファイナル着陸態勢に入りました。こういうところで食う、バジルいっぱい入れる。マンゴーチャツネです。最高だよ、マンゴーチャツネ。めっちゃ美味しいね、マジで。いや、マジでうまい。ということで完成しました。うおー、ベジタリアングリーンカレーでございます。うわ、めっちゃ美味しそう。絶対うまい、これは。絶対うまいやん。ちょっとインスタタイム。いただきます。いただきます。うわ、美味しそう。いただきます。うわ、美味しい。うわ、めっちゃ美味しい。ああ、最高。トップレベルでマジ好きだわ。グリーンカレーいいね。これペロリ行くわ。これいっちゃうね。マジ秒でなくなる。よかった、作りすぎて。舌が30離陸予定なので、あの面白いおっちゃんが話して、ね。天日の湖に桜を泳ぎ行こう。山から海やら湖やら飛行機やら。なあ、まじょっと。ここでさ、発見されてなかったクマとか出てきたら超大ニュースじゃない？いや、大ニュースやろ、怖いし普通に。あ、クマ来たら飛行機乗り込んでバーンって演じつけようぜ。どう吹き飛ばそう一回。吹き飛ばしてちょっと食べよう。はい、ということで12時過ぎましたので、今日はね、飛行機の羽の下でぐっすり寝たいと思います。10月6日、私の誕生日終わりましたけどもありがとうございました。ありがとうございました。こちらありがとうございます。まあ、まあ、また明日も1日あるんで楽しんでいきましょう。大事でしょ。世界を旅した親父の形見マックパックスリーピングバッグでございます。俺もこいつと世界を旅してます。最高なんですよ。
おやすみなさい。おお、おやすみなさい。もう明日も一日長いのでゆっくり寝たいと思います。おやすみなさい。おやすみなさい。